はい、みなさんこんにちは。ゆうカフェのゆかです。まあ、なんでメガネをいきなりかけたのかっていうと、もう夜で今結構化粧がぐちゃぐちゃというかだったのと、あと直すのがめんどくさかったっていう理由でちょっとだってメガネをかけております。それでは今日はね、皆さんとシェアしたいのがあって、でそれは何かっていうと、クリスマスコフレとかって最近たくさん YouTuber の方動画になさってるじゃないですか。私も何かクリスマスコフレゲットしたいなとは思ってたんですけど、こうなかなか買いに行けてなくって、でこの間東京に行ってきたので、その際に免税店に寄ってきて、でルナソルのクリスマスコフレがこうたまたままだ在庫があったので、そこでじゃん、購入してきました。イエーイ。なんか私の姉も言ってたんですけど、これ結構売り切れとかで探せないとか言ってたので、クリスマスコフレ買っちゃいました。なのでこの、まあ、中に何が入ってるかとかのレビューもう遅いかなでもしていきたいと思います。それではね、中にはね、なんかこうサンプルをその免税店で見たんですけど、すごい使いやすい色ばっかり入ってて、なのでまずは、あは、まずはこのポーチが入ってました。使いやすいポーチだね、旅行とかに。このシャラシャラもついてるしOK です。ちょっと旅行に持ち歩きやすいサイズ感になってるかなと思います。あとは箱の中にはキャラン、こういう風にルナソルのコスメが入ってました。で何が入ってるかっていうと、まあアイシャドウと、うわー念願のルナソルのアイシャドウだ。ここがおかしら。この間そういえばピントで思い出したんだけど、最近私の両親もこの YouTube の動画を見てくれていて、パパがさ、なんかゆかこうやった時に全然ピント合ってなかったよってすごいダメ出しをされたんですけど、なのでちょっとピントには今回気を使っていきたいと思います。はい、こんな感じのお色になってます。めちゃめちゃ使いやすいよねこの色合いは。まずここにじゃあ発色をしていこうかな。これはこの一番キラキラの色をやっていきます。はい、そして次この色をやっていきます。こんな感じ。そしたら次はこのキラキラの色、こんな感じね。あとは一番濃い色、おー結構濃いね。まあこれは際とかにつけたらすごい綺麗だと思うので、こんな感じのアイシャドウのお色味になってます。あとはまあ今度はこういうのを使ってメイクもしていこうと思います。そしたら次はね、ルナソルクリーミーチークス&リップスってなってます。レッドローズのお色ですね。もう響きがローズっていうだけで私はウキウキしちゃうんですけど、おーすごい使いやすい色。ごめんね、ここは汚くて。こんな感じなので発色していきたいと思います。こんな感じの色絶対使いやすいよね。これはもうリップのベースでもいいし、チークに塗っちゃってもいいし、満足です。あとは何だろう、こちらがルナソルスキンコントラストフェイスパウダー NX03 のピンク、フォンダンピンクのお色ですね。フェイスパウダーか、こういうのも入ってたんだ、分かんなかった。これは多分画面で映らないと思うんですけど、こういう感じの色味です。いいね、使いやすいと思う。最後におしろいとして、やっぱり韓国もセミマットのお肌作りをするのが最近こう流行になってるので、
ツヤを出したい部分と、あとはしっかりこう油分っていうのを抑えたいっていう部分の調和を意識してメイクアップをする流行になってるので、こういうフェイスパウダーは1個あったらすごい使えるなと思います。あとはね、ルナソルカラーリングマスカラ、まあミニサイズかな、結構ちっちゃいタイプのニュアンスブラウン、ブラウン系のマスカラ欲しかったからちょうどよかったです。まあ、持続力とかちょっと使ってみないと何とも言えないんですけど、でもまあ旅行にすごい役立ちそうなサイズ感なので、私はもうすぐタイに新婚旅行に行ってくるので、結構全部使いやすいサイズで嬉しいです。まあ後々こういうコフレを使ったメイクっていうのもやっていこうと思うので、お楽しみにしていてください。はい、それでは今日はこんな感じのクリスマスコフレ、ルナソルクリスマスコフレのレビューでした。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムとツイッターのフォロー、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ、アンニョン。